伊藤忠商事は4月1日付で岡藤正弘社長が会長兼 CEO に就任すると発表しました。きっぱりと一線を退いて、老後を楽しみたいというように思っておったんですけどね、なかなかそうはできないという環境なんで、とりあえず、会長として、今手掛けていることを何とか形にしていきたいと。岡藤社長は2010年に社長に就任して以来、医療品などの非資源に注力した取り組みで、2015年度の最終利益では初めて伊藤忠を業界トップに押し上げました。今後は会長兼 CEO としてグループ全体の戦略を指揮していくということです。また岡藤社長の後任には専務の鈴木義久氏が就任します。情報金融部門のトップを務めた経験があり、商社のビジネスモデルを進化させていきたいということです。